大阪大学基礎工学部電子物理化学科物性物理化学コースの関山です。このセクションでは波の説明から始まり、ドブロイ波、いわゆる物質波の概念を経て、最終的に非相対論的量子力学の基礎方程式といえるシュレーディンガー方程式を導きます。最初に波の基本として平面波、そして波の特性を決める物理量について説明します。おそらくはここであまり馴染みのないのは波数という物理量かもしれません。しかしこの物理量は量子力学に移行するときに大変重要な物理量になります。皆様よろしくお願いいたします。なお、この動画で出てくる教科書とは、私が学部2年生の原子物理前期量子論で用いているもので、詳細はこちらになります。新版が発行されないものかと思っていますが、私の意見ではこれに代わる本が見つからないというのが実情です。それで、最初はですね、非常に単純な平面波とは何かというところで、その波として出てくる属性である波数、それから波長もそうですが、あと革新動数、これらについてまず定義を始めていきます。固体物理での波数の定義は何で2π 違うんですか、なんでって言われてもなって思ったんですが、まあ、逆光子ベクトルの定義もそうなんですが、ちょうどその周期性考えると 2π つけておいた方が、まあ、都合がいいことがある。で、一方で波数の定義っていうのは動向学的にはという話を何回かしていますが、いわゆる波の数というふうに考えた方が考えやすいということがあるのも分光学の方が確かですね。これ2通りあるんですが、少なくとも波長ラムダに反比例するというところは共通しています。で、まあ、簡単のために X 方向に進む単色平面波というのはこのように書けますと。ですね、これはつまりどういうことかというと、波ですね、波のある、まあ、山のところでもいいんですが、これが、時間が経ったら どこにどっち動くかということを考えればいいわけです。定義を見といた方がいいかと思いますけれども、でこの部分、まあ、位相と呼ぶわけです。でよく見たら、まあ、これ初期位相ですと、まあ、こういう形をするわけですよね。でちょうど t イコール0、デルタイコール0の時の単色平面波 u というのはこういう形で書けます。コサインなのでこれでよろしい。後付けになって、恐縮ですが、波って何ですかっていうと、これはまあ振動するっていうのは一つの条件ですが、それに加えてそれは伝播しないといけないわけ。ただ振動したらそれは振動であって波、波とはちょっと言い難い。もちろん波、その振動なんで周期性当然あるんですけど、伝播をしていくというのが重要です。でここはスカラでもベクトルでも構わないわけですね。もう一つ言うと、横波でも縦波でも何でもいいんですよね。気にしない、そこは。ただそれが空間的に伝わっていかないといけないというわけです。これもこういう書き方を我々は普通します。我々はっていうのは、固体物理の人はこういう書き方、X がプラスになるように、プラス X 方向に進むときにプラスになるように、しています。そうすると、時間に関する方はマイナスになるんですね。これ、コサインだから符号がひっくり返っても構わないので、そういう定義のものもあります。っていうのは、教科書、この教科書に指定している本ではですね、これ、t がプラスで x がマイナスですが、まあ、これは同じことです。で、まあ、慣習というのはまあ、あるわけで、それで、まあ、これは私は物理、固体物理の慣習に従っています。さて、ここで、まあ、これが a だっていう話ですね。で、さっきから言ってるように、x と t が変化して、で、位相が行って、この、だから、赤枠で囲ったところが一定っていうのは、ちょうどその波のどこかというのが、まあ、決まるわけです。で、それがスーッと動いていくということで、この式からこの小括弧の中が常にコンスタントであればよろしい。そのためにはこういう条件であるということですね。で、このオメガ、まあ、革新動数、これはまあオメガ t って
なってますね。で、この C ダッシュ、C プライムか。で、これが、つまりこういう書き方をしていると、C プライムというのは、ある意味波の速さを示すわけです。で、これを位相速度というふうに呼びます。いわゆる周期ラージ T っていうのは、まず、この場所に関して言うと、この場所から一旦これが右に進んでいくとですね、こう、右に進んでいったら、これがこう、ね、どんどん下に下がっていって、またこう戻ってきてっていうことをする、この周期ですね。これはだから、ちょうど 2π だけ動く、この位相が 2π だけ変わればよろしいということで、こう書けますと。そうすると、この周期と核振動数の関係は、これいいですね。それからあと振動数、まあ、いわゆる何回振動し、1秒間何回振動しましたか、だからこれ、周期の逆数であると。オメガっていうのは今まで結構出てきてはいたとは思うけど、これからよく出てくるんですね。で、これは要するに核振動数と振動数の関係、ここはまあちょっときちっと押さえておいてください。それから波長ですね。波長はこれでいくと、ちょうどこことですね、ここの間、これが波長ですね、になりますと。これはだから、波長分だけ足したら、ちょうど 2π ですね、ということで、ここ結構持って回った書き方をしてますが、こういうふうになりますと。そうするとラムダっていうのは入分の C プライム、あるいはオメガ分の 2πC プライムというふうに書くことができます。これが基本的にその波あるいは平面波ですね、単色平面波。単色どういうことかっていうと、単色というのはこのラムダが1個しかないというのが単色の意味ですね。で、平面波なんだけど X だけの関数なんで、もし3次元空間でこういうものがあったとするとどうなるかというと、 YZ の値っていう YZ に限らずですね、 X イコールなんちゃらっていう平面上では全てこの U の値がですね等しい。で、それが同位相平面というのを考えてですね、で、それが時間の経過とともにどう動いていくかって、これはあの平面波、X プラス X 方向に動くということなので、イメージとしてはこの、まあ、板みたいなものがあって、これがぐーっと板がこう周期的に並んでそのまんまスーッと動いていくという感じになるので、平面波という言い方をします。今この話はですね、 X 方向に限定しています。で、波数っていうのが、まあ、今までこういう形で定義されますよというふうにあるので、これスカラー量かというと実はベクトル量になります。ちょっとややこしいんですが、波数はベクトル量ですが、波長ラムダはですね、これベクトル量にはならないんですね。これは必ずスカラー量として使う必要があります。つまり実はこの K というのがベクトル量として機能すると、もうちょっとうまいやり記述ができるというわけです。